とできたチーム稲毛天音は2人抜きでストップ。さあ時報は誰が来るのかというところですね。残っているのはナイン、白面、プラチナです。さあ来るのは鋼ナインですね。あざす。さあナインは、知ってる知らないじゃなくて知ってても見える見えない的なところもありますから、大会向きのキャラクターではあると思いますが、どうか。ナインは同段です。鋼ナイン対ミハヤジン。福井大君ジャンシーカウンターから欲張っていくぞ。これはああモーメントローは良かったんですけどね。それをかわしていく。ああハメ最強キャラして小説から追撃。さあガンガンいく。ジンダがちょっと飛びを見せすぎたか。前出しでくぐって、さあこれはクンズ相手にバースト。さあクリムゾンレイダー初段ダスキャンからの下段です。ここは補正切りませんね。ターフェ入れて、おお6ミリ移動してきた。クーナゲはかわしている。さあ下段が入って、何何どういうこと。バースト読みに見えたけど遠くて追撃入らない。まだわからないですよこれ。レイダーから下段が通る。さあ、クンズアイと補正切りは当たらない。さあ、クータイクっぽいジャーエーが出てましたけど、ジン立ちし、一歩選手したのはジン。さあ、謎の勢いがあるミハヤジン。一歩選手しておりますが、さあ、これは立ち A、4A か、立ち A か、外から。かしげだ。さあ膝線に落として投げを通す。さっき見たところの流れ。さあコンボを決めて小説で、あは最強キャラ。さあまたバースト読みを外したが粘着していく。さあどうだ、空対空空対とかへつないで中尾からクーポン決めて、なんとこれはさあ斜め上に出るが、お互いお見合いで裏から下がパー。さあちょうどストックも空でしたね。これクンツアイトがあればというところでしたけども、裏から下がパンたち決めて、さあミハヤジンが読みは外してるんですが流れを切らないプレーで星をタイにまで戻しました。副将戦です。さあ副将は水月プラチナとなります。大将に白面を残す形になります。お隣でアザス。さあ 1P が残るはプラチナと白面、 2P が残るはジン・ハザマです。副将戦いきたいと思います。開幕 3C OD まで入れていないが、さあこちらは立ち見に対して生 OD ですね。まあ、プラチナではあんまコンボ構成変わらなそうではありますが、爆弾爆弾、ああマミサーキュラー移動技、シャガシータイク落ち着いている。さあしっかりコンボを決めてシーマミスター締め。プレゼントは移動起き上がり。さあプレゼントを 3C で切りつつ強肩打っていく。さあアイテムとりあえず回していきます。プラチナ 6C に列強。シャガシータイクやはりよく見ている。さあこれまでの試合でジンが飛びのタイミングとかは分かるでしょう。これはいけるか、キュアドット、いや減る、ああ減る、
ちゃんとアクティフローも多分計算したと思うんですが、ピュアドットで、フィニッシュ一本選手したのはプラチナ。あ、お互い強気ですね。開幕出し立ち B で立ち A は発生勝ち、プラチナが取っていきます。猫、おは猫貫通しながら3A で凍結まで持っていく。立ち B 決めて、ここは安定拾いでしゃがみ立ち C からジャンセン。さあマギカ通していきました。そして後転起き上がり読みだ。出し立ち B からしっかり立ち C でコンボ、サガパンタイク。さあ凍結できませんが、ミラクルジャンヌして、さあジン、ここでさすがに下がります。泡対一生懸、これは一生懸が強そうだが、ネガティブペナルティがつくぞ。さあなんでやねんして、ペルシャで移動しながら、これはバータイになる。なんでやねん、 OD からのコンボを決めて、さあここで水月プラチナがミハヤジンの勢いを止めました。さあ 2P がゴイチャリ魂、大将はゴイチャリに久々なんですけど、本人はね、さあ久々に来ました、長谷川の狭間。Please select your character.いきましょう。副将対象戦となります。 1P 側、副将水月プラチナ、 2P 側大将長谷川狭間です。The wheel of fate is turning. Rebel 1.何が言うちさん、今長瓶さん C から、まずは狭間が触りに行く。あ、これは早い段階のガーキャン OD。 そうですね、しゃがみタッチ C とかしゃがみさん C あたりをね、即 OD 飛ばしていくみたいな、重要です。出花を封じていきます。そして 6B が結構通る。ジャンプ 4D から投げて、このニュルッと移動していたら投げがね、非常に面倒くさい。そしていきます。さあジャンニー DD 派生からの 6A、 これは位置入れ替わらないが 4D ちゃんと噛んでくれた。どうする、熱戦が当たって、おー今のはどうなんだ、追撃をミスったのかどうかもしれないですけど、あ、読んでましたかと、読んでますよと言っておりますが、本当かいなって感じですけども、何はともあれバースト読んで、いい流れで狭間が一本選手。さあこれはすごい、ジャカツでマギカを誘いながらジャカツストップの投げカウンター。さあ狭間めんどくさいぞこのキャラ、こうなると。しかしオリギアジャンビーでプラチナ切り返していく、バースト使っていきます。端から逃がさないマンか、バックステコース。あ、しかしシャガシーが B 派生で空を切る。さあ映画は、あ、うまい位置入れ替え、しかしまだ残る、落として。さあガサイショーは OD だ、しかも生 OD になっている。さあワンチャンあるぞこれは、どうなのどうなのこれ、いろいろあって、あー、いろいろあって CA。 さあ前移動起き上がりは通さない、これはミスらなければ大丈夫でしょう。ジャンシーキュアドット追いついた。さあ粘り強いというか、やはりセントラルフィクションっぽいですね。ワンチャン OD で流れを決めていきました。アリファカッシー、 3A がカウンターだが位置で勝っている。これは前 C やっていたか、プラチナ落として、さあポイポイして、ああ、おしゃれなの、おしゃれだぞ。さあトンカチは落ち着いている、しかしこれは噛むか、ああ噛む位置まで無理やり持っていきました。落として、うわー、マミサーキュラーが見えた。さあフライパンで無理やり崩してくる、CA 危ね、
ウロボロス対フライパン、これはカムが爆弾ミサイルが発射予想している。さあ宝箱をきれいにかわしていくが、こちらもペルシャでうまくかわしてくる。さあ噛んでいる、しっかりタッチで拾ってジャコ、さあ相手回す、さあジリジリしてます。マミサワキラスケだ、これはバーストせざるを得ない。 3C 今お見合いから 6C がもしあればというところでヒヤッとしましたが、先に刺さったのは狭間さん C、 際どい試合通していきました。長谷川狭間が勝利。さあ大将戦です。大将は、アルト白面ですね。白面狭間の大将戦となります。さあこの試合の後はどちら勝っても1回戦となります。準備の方をお願いしたいと思います。次の1回戦は先ほど0回戦を勝利したドスコイ戦争屋チームと、C チーム次回王国となりますので、準備の方よろしくお願いしたいと思います。さあ行きましょう。0回戦第2試合大将戦です。 1P 側アルト白面、 2P 側長谷川狭間です。ジャメージが見えたか。ジャンプビーカウンターから白面がまずは先手を取る。 OD さあズバッとは飛び越えてジャニエからおしゃれコンボを決める。さあ 6B は飛び越えていきます。しゃがしタイク、ここはクーポン落としていきますね。 OD ジャニシー当たるが、シャガパンから連打で位置入れ替わる。これはダウンかな、ダウン取って。さあ立ち火残鉄は C、 さあ何もしない投げだ、これはやらしい。さあどっちも OD なんで OD ゲージは結構回復していきます。さあ何を投げたんだ、あしかし投げ込みミスった。さあこれは無理やり掴んでいったがまだ残ります。さあ奇襲に残影が、まあ円馬でも確かに残影が一方的に勝ちますし、残鉄にも勝つか、選択肢ではありましたが、これは白ジャカツ残影が上手かった。立ち火カウンターバグステに達し、さあ序盤は白面が取っていきますぞ。オディン、アギトはくぐって、さあいろいろあってズバットはガード。さあ最強キャラ、しかし白面は 2D 噛みづらいですよね。あ、なんだよ、噛んだ噛んだ、スライドタッチから 2D。 さあホタルはガード。ロボゲージ回復まで待ちます。うっと、これはタッチ間に合わない。立ち火暴れしてましたが奇襲からの投げ。さあ移動機上がりは通しません。落としてジャニエカウンター、ここはしっかりコンボを決めていきます。さあ 1-1 でファイナルラウンド。レボル3アクション。ジャニー D が当たって、ここはしっかりスライド立ち火決めてくる。3000ルートだ、最大です。さあガキャン OD からお互い OD して空投げしていくのは白面、残鉄まで決めてターゲットで締める。残鉄もう一回通す。さあこれはちょっと引っかからない感じか。 ED の硬直にシャガビー三振、ジェイコ放天陣。さあタッチ裏回りはミスりましたが、さあコモミスる狭間側。
さあまだ分かんないぞ。上からかぶせる白面、連打が見えるが、ここは安定取りましたね。ズバッとしていきます。さあ6位が見えたが、ここは大丈夫かな。まだ残っている。投げは抜けて、クラゲ抜ける、シャガシータイクン。さあどうだ、これはミルジ打っていきますね。いや残るか、どうだ、残らない。さあ俺はちょっと残るんじゃないですか、長谷川だけいやいやみたいな感じになってましたけども。さあ超接戦制したのは長谷川はだま、ゴイチャリ魂が、1回戦に進出と、なります。おめでとうございます。危ない危ない、あなたのような危険人物は徒歩で来てもらって対戦経験積ませてもらいましょう。これで0回戦が全て終了となりまして、1回戦の方いきたいと思います。